じゃあもう始めていいですかね。はい、お願いします。はい、わかりました。じゃあ次私の方から REDOS っていう脆弱性の話をちょっといろいろしてみようかなと思います。で今日話すことなんですけど、とりあえずREDOS ってレギュラーエクスプレッションロスの略なんですけど、まあ、その主題となっている正規表現のおさらいと、そもそもの REDOS の仕組みで、あとその後に REDOS で実際になんか起こっちゃった、まあ、もうインシデントとか。で、その例が終わったら、REDOS をなんか検知とかするためのツール、あと REDOS を生まないための方法とか、っていうあたりをちょっと軽く話してみようかなと思ってます。で、ちょっと実際今回僕調べてみると結構 REDOS 自体の話がなかなか、なんだろう、そのアカデミックな感じだったので、もしなんか僕が間違ってることとかあったら、ツイッターの僕の ID のところまでよろしくお願いします。で、簡単に自己紹介なんですけど、名前はハズルって言います。で、先ほど話してた長谷川と同じ会社に所属してて、仕事としてはウェブアプリケーションファイアウォールっていうものの開発とか運用とか監視っていうのをやってます。あとはまあ、ウェブの脆弱性のリサーチとかっていうのをやったりしてます。で、コーヒーとかカメラとかカフェ巡りが趣味です。あとは JavaScript が嫌いですね。なんでもないです。はい、ちょっとまずどの辺が嫌いか、正規表現のおさらいをちょっとしてみようかなと思います。え、無視ですか？JavaScript のどの辺が嫌いかっていうのが、まあ、あ、その辺ちょっと突っ込んで聞きたいとこだったんですけど、ね。はい。何でも後ほど。じゃあ、それは、はい。後ほど。後ほど、聞きたいけど。じゃあ、JavaScript はい。はい。正規表現なんですけど、まず、基本的な連接っていうものと選択繰り返しっていうのを演算子が。あって、まあ、連接はただにこう文字と文字が隣り合ってるっていうそれだけで、その後選択っていうのがなんか並べた文字の中からパイプ縦棒で並べた文字の中からこう何かを選ぶっていう演算子で、繰り返しっていうものが正規表現の後になんかまあ、アスタリスクとかプラスとか書くと手前の正規表現が繰り返し現れますよっていう、例えばこの一番下の方に例として書いてる0か1かで囲って、で、アスターって書いてるものが、0か1がこう、任意の数出現する文字列にマッチする、つまりバイナリーとかにマッチするっていう正規表現です。で、次に文字クラスとか特殊文字とかがあるんですけど、文字クラスはなんかA から Z のアルファベットとか0から9の数字とか、あとはまあ0、2、4、6、8とかの偶数とかっていう数のまとまった、まあ、文字の集まりっていうのを扱うっていうのが文字クラスです。で、メタ文字っていうのはなんかこう、スラッシュ S とかスラッシュ T とか書くと、なんかスペースを表したり、タブを表したり、あとは、ドルマークとか行末っていうのを表してたりします。なんかこう、キーボードとか入力が難しかったり、なんか文字として表せないものとかっていうのを扱ってたりするのがメタ文字です。で、あとは、キャプチャーっていうものがあって、カッコとかで囲んだところを、なんかそのカッコの中に書いた正規表現にマッチしたものを後から参照できるっていうのがキャプチャーとかだったりするんですけど、例えばこの一番下のこの JavaScript のコードに、スラッシュ D っていう、これ数値を表すものなんですけど、スラッシュ D 数値が4つの後に、スラッシュでまた2個ずつ。っていうのを2012年7月15日っていうこの日付を表す文字ですかね、今日の日付のものに対して実行すると、1つ目の括弧のところに数字4つ分、で、2つ目と3つ目のところに、2つずつっていうのが当てはまって、それをドル1、ドル2、ドル3とかで
参照できます。で、これを実行すると、まあ、ハイフン、ドル1とかドル2のところがそれぞれ対応するあのグループのところに変わって、あのハイフン区切りの数、日付の表示として出るっていう感じです。で、例えばこう、いろんな JavaScript にマッチする正規表現だと、なんかこんな感じになります。ちょっと画面変えてみます。これかな？これじゃない。これか。まあいいや。これなんかあの、Regex101 っていうサイトなんですけど、ここに、例えば、さっきの正規表現貼って、下の方に、こういう感じで、すると、JavaScript、いろんな JavaScript を文字にマッチするっていうのが確認できます。マッチしない場合は、なんかこう、色がつかないんですけど、こんな感じで。っていう、まあ、結構ツイッターとかだと、こう、JavaScript をいろんな、こう、書き方でされる方がいらっしゃるので、まあ、そういったことに、こう、対応して、JavaScript に言及してるツイートとかを、なんかこう、見ようかなって思うと、こういう正規表現を書くと、なんか引っ張ってこれるっていう感じですね。ややこしいですね。こう、いろいろ書き方がある JavaScript。こういうとこはなんか嫌いです。で、ちょっとスライドの方戻ります。で、実は正規表現、REDO 数、繰り返しっていうあたりが結構気になってくるので、繰り返しについてもう少しちょっと詳しく話してみるんですけど、例えば、スター演算子っていうものは何を表すかっていうと、そのスター演算子の前についている正規表現が0回以上繰り返し出現しますよっていうのを表しています。なんで、例えばスラッシュ D、これ数値、一つの数値を表すんですけど、それにアスタリスクつけると、0個か1個、0個以上1個か2個か3個かとかの数値にマッチするっていう正規表現になります。で、プラス演算子の場合は、0回以上じゃなくて1回以上。で、疑問符演算子とかだと、0回か1回。なんで、表示、あるかないかのどちらかっていう状態にマッチします。で、あとは、範囲量指定子っていうのだと、N 回から N 回。N は M より小さいです。の、繰り返しを表してて、例えば、スラッシュ D の後に、中括弧2、10って書くと、2回から10回の、数値の繰り返しにマッチするっていう。動きになります。で、正規表現の基本的な、おさらいはここまでで、ちょっとした問題なんですけど、例えば数値、文字列の1、2、3、4っていうものに対して、こういう真ん中に出てる正規表現を動かした場合に、グループが右と左2つあるんですけど、じゃあどっちに、マッチするか。っていう問題なんですけど、これどっちだと思いますかね。で、正解なんですけど、こんな感じです。左の方に1、2、3、4がマッチします。で、右は空です。じゃあ、さっきの正規表現に、左側のグループに疑問符演算子をつけると、じゃあ今度はどっちにマッチするか。これは、今度は左側のグループ1が空になって、右側が1、2、3、4って感じになります。なんでかっていうと、欲張りな、
量指定子っていうのと、控えめな量指定子っていうのがありまして、で、欲張りな量指定子は、可能な限り長く、長い文字にマッチしようと動くんですけど、例えば、今までちょっと説明してきた、アスターとか、プラスとか、ハテナとか、NM とか書くやつは、欲張りな量指定子です。なので、さっきの例みたいに、2つグループがあったときは、左側の方が、1,2,3,4 に可能な限り長くマッチしようとするので、1,2,3,4 全部もう取ってしまいます。で、もう、右側のスラッシュ D のところに行ったときは、もう文字がもう何も残ってないので、空になってしまうっていう感じですね。で、控えめな量指定子なんですけど、欲張りな量指定子の右側に、ハテナつけます。こうすると、極力短くマッチしようとします。なので、さっきの例だと、左側の方にハテナがついているので、極力短く、つまり、0文字、0回以上の繰り返しなので、一番短いの0文字のマッチ。なるので、左側のグループが空になって、で、右側が、1,2,3,4 全部取っちゃうっていう感じになっています。じゃあ、それを踏まえた上なんですけど、こういう、なんか、X と X プラス X プラスっていうグループがあって、その後に、それが、そのグループがさらに1回以上の繰り返し。で、その後に Y が来るっていう正規表現を書いた場合に、X が10個続いた後に Y があるみたいな文字はどういうマッチをするか、どういう動きになるかっていうの問題なんですけど、これはどうなるでしょう。で、まあ、答えなんですけど、日本語で書いては見たんですけど、まあ、これを口頭で説明しても訳が分かんないと思うので、さっきのRegex101 っていうところで、実演をしてみます。さっきのサイト、マッチするかどうかっていう判定に加えて、実際のなんか正規表現の動きみたいなのを得たりするんですよね。よし。こいつかな。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10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 ,
あるので、ちょっとちゃんと、そいつを開いてみてください。そうすると、なんかこういう、一個一個なんか正規表現の動きを進めていけるみたいなのが、実際にこう正規表現がどう動くかっていうのを、見れる画面が出ます。で、ここでちょっと見ていくんですけど、最初は左側のグループ、x プラス x プラスが1回以上繰り返しっていうのを処理しようとします。で、ここで、グループの1つ目の x プラスっていうのは、これ欲張りなので、10個の x 全部消費します。こんな感じです。で、もうこれ以上マッチできる x がないので、右側の x プラスに処理を渡します。なんですけど、右側の x も x が1回以上繰り返しが必要なんですけど、左側の x プラスがもう全部 x 取ってしまってるので、マッチに失敗します。なので、左側の x がしょうがないなって言って、1個だけ x を解放してくれます。で、1個だけ x が残ったので、その1個だけ手放してくれた x に、右側の x が、まあ、飛びついて、で、これで、まあ、グループの中の x プラス x プラスっていうのに、10個の x がマッチしたっていう状態です。で、グループ自体にも、繰り返しが、指定されているので、さらに、もう一回グループの最初に戻って、1個目の x からまた処理をやってきます。なんですけど、これ以上マッチできる X がないので、グループの繰り返し1回
満たしたので、グループの処理抜けて、次 Y のマッチに行きます。で、最後残った Y の方にマッチして、全体にマッチで終了っていう流れです。ちょっと言葉に説明すると長いんですけど、こんな動きをします。じゃあ、さっきは Y があったので8ステップで終わったんですけど、これが Y なかったらどうなるか、ちょっと試してみますね。はい。こんな感じで、さっき8ステップだったのが4084って急に増えます。これなんでかっていうと、ちょっとだけ動きを追ってみますね。えい。さすがに4084ステップも説明してる時間はないので。まず、さっきと同じように、まあ、X はとりあえず全部10個マッチするんですね。ここまでです。で、グループに繰り返しが指定されているので、さっきと同じようにもう一回グループのマッチングしようとするんですけど、まあ、これ以上消費できる X はないので、Y に行きます。で、Y っていう文字はもうないので、失敗しました。で、ここで正規表現はもう一回やり直すんですけど、今度は X が、まあ、さっき、右側の X のために、1個だけ手放して、左側の X が9個、で、右側の X プラスが1個っていうマッチをしたんですけど、もう一回左側の X が、まあ、しょうがないなって言って、さらにもう1個、なので2個手放します。で、2個手放したものに、右側の X がさらに、これ欲張りな演算子なので2個マッチします。なんで、左側の X が8個の X、右側の X が2個の X っていう状態です。で、グループの繰り返しに戻って、もうこれ以上消費できる文字がないので、グループを抜けて Y に失敗してまた戻ってきます。で、今度どうなるかっていうと、右側の X2 個マッチしてるので、2個じゃダメならじゃあ1個に減らしてみようって言って手放します。で、この状態で左側の X に8個、右側の X に1個。なんで、グループの中だと9個の X にマッチしてます。で、グループを抜けて、グループはもう一回繰り返し現れるかっていうのを探そうとするんですけど、X は残り1個しかないので、グループの繰り返しは抜けて、Y にマッチさせようとするんですけど、Y、あ、ちょっと説明抜けましたね。あ、ここか。左側の X プラスに、ちょっと待てよ。正規表現1回処理をなんか忘れるとすごく混乱するんですよ。あ、ここまでか。かな？そうそうそう。左側の X に8個で、右側の X、ん？左側の X に8個で、右側の X1 個っていう状態。で、もう一回繰り返しをしようとするんですけど、X が残り1個だけ残ってるので、左側の X に、が1個 X 消費します。で、右側の X に処理が移ってくるんですけど、もう消費できる X がないので、繰り返しに失敗します。で、次に、Y の、なんで、この状態では、9個の X にグループはマッチしてるって状態ですね。で、残り X1 個を残して Y のマッチングに行くんですけど、X と Y は同じ文字じゃないので失敗するっていう。まあ、以下、繰り返しです。で、ちょっとスライドの方に戻しますね。で、今なんかこう、失敗して戻って、1個減らして、もう1回やってっていうのを、バックトラックって言います。で、正規表現って、マッ
置するまで、あらゆる可能な繰り返しをすべて試行します。で、例えば X プラス X プラスっていうさっきのグループの繰り返しなんですけど、下に書いてるような無限の、こう、無限ではないですけど、こう、あらゆる大量の組み合わせが存在します。例えば、こう、左側の X、右側の X、1個ずつっていうのを5回繰り返すこともできますし、左側の X は7個で右が1個。で、もう1回、1回っていうのを繰り返しっていうのをマッチするのできるので、もう、すごい大量の組み合わせがあります。こいつを全部、マッチするまでやります。で、さっきみたいに最後に末尾に Y があったときは、マッチした時点で、もう処理が終わるんでいいんですけど、マッチしない場合は、すべての組み合わせを、試すまでいろいろ積表現動いちゃいます。で、REDOS は、このバックトラック、こういろんな組み合わせをマッチがすべての組み合わせが失敗するまで試すっていうのを、利用した、脆弱性です。なんで、あらゆる組み合わせの計算によって、計算リソースが消費されて、可用性が失われる。単純に、サーバーが高負荷になってしまうっていう状況ですね。で、基本的には入力された文字列の長さに対して、2N とか、2の N 乗とかで、計算量が、増加していきます。はい。REDOSの説明は、こんな感じです。ここまで大丈夫ですかね。なんか、ツッコミとかあれば。一回少し待ちますか、コメント。コメントの方は、ね、そうですね。今は何か。あ、まあ、なんかちょっとあったなあ。スライドは後で使えますかっていう。あ、一応スライドシェアにあげます、うん。はい。はい、ありがとうございます。あと、あ、サイバーシェフ。サイバーシェフもいいですよね。うん。サイバーシェフか。サイバーシェフって正規表現のテストってできたんでしたっけ？そこは使ったことないな。僕ないっすね。どんな感じで、うん、ちょっと後で見てみようかな。あ、東原さんから質問だそうです。あ、はい。読み方ってアルイドス。ああ、それで。リードスなのかな。あ、僕リードス派ですね。リードス、なんか弊社内でもリードス派が多いので、じゃあリードスって言います今から。これからリードスで。いいな。リードスですか。英語圏の人 RE とか言わないですよ多分。もうめんどくさいですね。REDOS とか言い出しそうな最後。リードスさん、リードスにします。けるみたいな感じになってしまって。なんか伊藤さんから、サイバーシェフでも正規表現のテストできますよって。へぇ、いいっすね。その使い方したことがなかった。あ、これか、見たことある。あ、本当だ。なんか、レギュラーエクスプレッションっていう、なんか、メニューがありますね。この JS のファイルだけ、ローカル落として使えるはずの、今はできないのかな、できるはずなの、ね、結構便利なんですね。さっきの Regex101 も確か、完全に JS で動いてて。ああ、じゃあ、持ってくれば動く。なんか、動くっぽいです。なんか、同僚がそんな風なことを言ってました。うん、意外とね、テストとかでネット使えないときとかこういうのあるとすごい助かるね。僕も結構、WAF、うん、のシグネチャー書くときとかは使ってますね。さすがにシグネチャーがサーバーに送られると面倒なんで。そうですよね。うん、まあ、コメントは、じゃあ質問はこんなもんかな。うん、まあ、進めていいと思います。はい、わかりました。じゃあ、こっからは、REDOS が原因で起きちゃった、まあ、なんだろう、サーバーが停止しちゃったりとか、そういう事例をちょっと話していこうかなと思います。はい。で、はじめは、スタックオーバーフローの例です。で、これ、2016年7月20日
ですね。ほぼ4年前ぐらいかな。に、REDOS が原因で34分の停止が発生です。で、なんかか、Play Happy Sound for Player to Enjoy っていうなんか、コメントの後に、2万個のスペースが続く投稿っていう、なんか土地狂った投稿があったらしくて、こいつになんかこう、行頭と行末のなんかスペースを除去する正規表現っていうのが、動いちゃって、まず34分の停止が発生してしまったっていうものですね。原因の特定に10分で、コードの修正に14分。で、修正の適用に10分かかったらしいです。結構対応早くないですか？なんか障害が起きて、全部完了するまで。なんか34分って結構早いと思うんですけど。で、まあ、4行目ぐらいに書いてる、それは CU とか書いてるものが実際の原因の正規表現です。なんか結構強力なマッチとか使ってると思うので、いろんな繰り返しをやっちゃうって感じです。強欲？欲張り、欲張りです。ちょっとリンク貼ってるので、詳しいことはちょっとそっちで見てみてください。で、次、クラウドフェアのことなんですけど、これ割と最近です。去年です。2019年7月20日ですね。に27分の停止が発生しています。で、原因は XSS を検知するためのワフルールに、で、まあ、過度なバックトラックが発生して、CPU リソースが枯渇したっていう感じです、ね。結構詳しい、なんか話が、クラウドフレアさんブログに載っているので、結構読んでみると面白いです。あと、同じように、まあ、和風の話題なんですけど、Mod Security っていう OWASP が提供しているオープンソースな和風があるんですけど、こいつに、まだ、モッドセキュリティとは別に、コアルールセットっていうものがあって、モッドセキュリティで動く、なんかオープンソースな和風のルールっていう感じですね。が、その中で5つの REDOS の脆弱性が見つかってます。なんだろう。OWASP のコアルールセットのスラップがあるんですけど、そこでなんかリアルタイムに見てました。なんかモッドセキュリティの本書いてたりする人が、なんかこう、人とタッチとかがなんかこう、わちゃわちゃいながら修正してるのを見てました。で、次。エクスプレスの、例です。これ多分 JS で使ってる人だと結構お世話になってる人もいるんじゃないかなと思うんですけど、そのエクスプレスに2016年、エクスプレスっていうよりかは、エクスプレスが依存する、ネゴシエーターっていうなんかアクセプトランゲージのヘッダーを扱うライブラリの中に REDOS があったって感じですね。なんとか修正コミット、これ修正コミットになってないの？このリンク。後で直しておきます。修正コミットもちょっと見つけて読んでたりしました。で、まあ、下に書いてるような、なんかこう、アクセプトランゲージが JA だったら、PN って返す。で、それだったら、なんか、ELS の処理も、括弧の対応もミスってますね。後で修正しておきます。それだったら、なんかこう、適当になんか返すみたいな処理を書いてると、すります。っていう、こういう感じで、結構いろんなライブラリーの中とか、なんかCDN とか WAF とか、まあ、いろんなところで REDOS が潜んでます。表現って割と本当にいろんなところで使われてる、プログラマーだったら割と誰しも使うものかなっていう、多分言語に関係なく、いろんな言語でも多分正規表現備えてない、なんか言語ってあんまないと思うので、まあ至るところに REDOS のなんだろう、その、脆弱性っていうのが潜んでたりします。はい。で、ここからは、REDOS の検出ツール、ちょっと紹介していこうかなって思います。最初、これなんて読むのかな？ W3AF とか読んでますけど、僕。でいいのかな？
で、こいつに、RESをこう検知するためのなんかプラグインがあるんですけど、右側になんか A が続いたりとか、1が続いたりとかっていうのがあると思うんですけど、こいつが実際になんか送信するペイロードっていう感じです。で、こういう文字を送って、レスポンスが通常より4倍遅くなったら、RESとして判定してます。で、A とか1とかを、まあなんか10倍とか、まあ80個とか、まあそういう感じで、1倍から8倍、まあずっと10個単位で増やしていって、まあ検知するっていう感じですね。で、正規表現、RESって結構指数関数的に、計算量が増大したりするので、まあそういう感じで多分4倍とかそういう数値を置いてるのかなっていう感じですね。で、ちょっと書き忘れちゃったんですけど、1回4倍だと偶然こう、レスポンスが遅くなった可能性があるので、3回続けて通常より4倍遅いレスポンスが得られたら、RESで判定してる感じです。で、次なんですけど、EJEX-DOS ってやつです。こいつはなんかエスプリマーですかねっていうなんか ES7 まで対応した JS のパーサーがあるんですけど、そいつでまず JavaScript のコードをパースして、でその後に正規表現のリテラルっていうのを取ってきます。そのリテラルを、さっき長谷川さんの、スライドで紹介があったセーフレジェックスっていうのに丸投げしてるだけっていうものですね。ただ、例えばこう、ニューレジェックスとか、そういう感じの、こう、コンストラクター使って、正規表現を組み立ててたりとか、動的に生成している場合は適出できません。で、セーフレジェックスなんですけど、こいつはなんか、ファイルのスキャンっていうかなんか、こう、正規表現を入力として受け取るみたいな、プログラムになってまして、でこいつ受け取った正規表現の文字列を、レジェックスツリーっていうやつで変換して、アストに変換します。抽象構文機です。で、アストを再帰的に、操作して、まあ、一番深いアスターの演算子っていうのを探します。例えば、4つ目の項目に書いてるんですけど、なんかグループの中にアスターがあって、で、外側にアスター。で、AA の後にアスターみたいなやつは、一番深いのが、グループの中の AA の後にあるアスターなので、深さが、高さが2っていう感じですね。で、または、そのアスターの演算子が正規表現の中25個より多く使われてたら、危険って判定してます。なので、ネストの深さが、1以上、1以上です。1以上で、アスターの演算子が25個より多く使われている場合は、危険と判定しています。割と結構厳しい気がするんですけど、これ。で、腰の高さっていう正規表現のなんか、研究分野で、なんかこう、概念、そういう概念があるらしくて、まあ、そいつの元にしてます。で、さっきの例みたいになんかアスターだとかプラスとかだとネストしてるとこういろんな組み合わせが生まれてしまうっていうのをちょっとさっきの X が10個続いたとかで例で見てみたと思うんですけど、基本的にはそういう入れ子になってた場合は組み合わせの爆発が起きやすいです。っていうのを元にしてなんか検知を行ってる感じですね。これ多分ツールの最後なんですけど、バルーンリジェックスディテクターですか、ね、いうやつがありまして、こいつ、セーフリジェックスの人と同じ人が作ってるのかな。でこいつは、複数の RESを判定するプログラムを使ってます。で、その後に複数の検出キー、複数の検出するプログラムをでチェックした後に、例えば Java の正規表現エンジンとか Node とかあとは Python とかっていうプログラミング言語を指定して、まあ、実際に RESがその言語で、まあ、発生するかっていうのを
確かめることで精度を高めています。で、なんでこんなことをするかっていう話なんですけど、正規表現のアルイダスの、なんだろう、その、検出結構難しくて、エンジニアってサポートされてる機能、サポートされてない機能とか、エンジニアって正規表現に対してやってる正規、最適化の線が結構異なったりしてます。なので、こう、互換性がなかったりするんですよね、動きとか、まあ、構文とかに。なので、検出機で、まあ、検知はするけど、じゃあ本当に、その、自分たちが扱っている言語上で、アルイダス発生するかどうかっていうのを、確かめてるっていう感じです。で、こいつ結構多機能で GitHub のリポジトリ指定して、なんかソースコードからスキャンしてきたりとかっていうのもできたり、正規表現のアルイダスのチェックで結構計算のパワーが必要なので、なんだろう、その、正規表現、チェック済みの正規表現とか、正規表現のチェック結果とかをキャッシュするためのなんかこうサーバー、API を備えたサーバーの実装とかも、なんかリポジトリに含まれてたりします。で、4つぐらい検出機あるんですけど、それぞれなんかすごいなんか、難しい、なんだろう、その、研究に基づいた、なんだろう、その、検知手法を使ってて、結構なんか、しっかりしてる、イードスの検知する中では結構しっかりしてるものかなっていう印象があります。今のところ JS と Python のソースコードの、スキャンができるんですけど、さっき話したように、動的に正規表現を組み立ててる場合は、検出ができなかったりします。正規表現のテキストと RIDOS の検知と実際に動くのテストっていうのが、それぞれなんか別のスクリプトになってるので、単体でも利用可能です。結構いいなと思いました。で、最後、これツールではないんですけど、Google が開発した正規表現エンジン。正規表現エンジン、ちょっとさっきからそういう言葉使ってますけど、正規表現を、まあ、処理するための、まあ、プログラムです。JavaScript エンジンとかそんな感じです。で、Google 開発が開発した RE2 っていうのがありまして、でこいつ当初からなんかこうユーザーからの信頼できない入力に対して、リスクなく正規表現をこう扱えるように、なんかこう計算量が爆発したりしないように、まあ、そういうのを念頭に置いて設計と実装がされているエンジンです。で、入力された文字列に対して、まあ、2N とか、2の N 乗とかで計算量増えるって話をしたんですけど、こいつは、そういうのを、変形時間で、行えることを保証しています。で、クラウドフレアのさっきの例なんですけど、事後対応として RE2 採用しようね、みたいな話も書いてたりします。ただし、まあ、そういう、性能とか、性能ではない、計算量が爆発しないようにするために、こう、他の正規表現エンジンがサポートしている機能とかを、サポートしてなかったりするので、まあ、ちょっと簡単に乗り換える前に、乗り換えようかなと思う前に、ちょっとそれが本当に自分たちのプロジェクトで使えるかどうかっていうのをチェックした方がいいかなと思います。はい。で、あともうちょい、なんですけど、あと多分、半ぐらいには終わると思います。で、RIDOS の予防です。なんですけど、まあ、まずは、とりあえず正規表現のパフォーマンスを悪化させるような、書き方をやめようっていう話で、まあ、両方の動きだとか、まあ、さっきみたいに X プラス X プラスみたいな、こう、無駄な、曖昧な正規表現を書かないとか、あとは、控えめな量指定し、使ったりとか、欲張りな量指定詞者のさらにこう、もっと強いやつがいて、強欲な量指定詞っていうのがあります。こいつは、欲張りな量指定詞はまだ良心が残ってて、こう、なんか1個だけ解放してやったりとか、2個だけ解放してやったりとか、ちょっとずつ身を削ってくれるんですけど、強欲なやつは、一切身を削らないです。もう1回取ってしまったら、もう絶対離さねえっていう感じですね。なんで、そういうのを使って、バックトラックをまず抑制するっていうのを考えてみた方がいいかなと思います。で、場合によっては、正規表現をもう書くまでもないっていうパターンが割とあったりします。で、そういうのはもうなんか
正規表現エンジンって結構いろんな組み合わせをチェックしたりとか、まあ、正規表現から中間表現にこうコンパイルしたりっていろんな処理が入ってるので、そういうのを抜きにしても自分でチェックロジック書いた方が早いっていうパターンがたまにあったりするので、そういうのも考えてみてもいいかなと思います。ただし、その自分で作ったロジックに無限ループがあったりすると、そこでもドスったりするので、なかなか注意してやんないといけないのかなとは思ってます。あとはそういうツール、さっき紹介したようなツールでチェックしたりとか、あとはその正規表現エンジンとかプログラミング言語によっては、そういうバックトラックの回数とかを制限するっていうオプションがあったりします。例えば PHP だと PCRE.backTrackUnscoreLimit とか、あとは Mod Security にもありますし、.NET とかだと Regex Constructor の第三引数でタイムアウト指定できたりします。っていうのを、まずそういうオプションが、自分たちが使ってるプログラミング言語とか、ツールにないかなっていうのを確認してみた方がいいかなと思います。最後、まとめです。で、RE ロスなんですけど、正規表現のマッチングの計算量の増大によって引き起こされます。RE ロスは、自分たちのビジネスロジックだとか使っているライブラリー、さらにはそのライブラリーが依存するライブラリーとか、あとはミドルボックス、WAF とか CDN とか IDS、通信途中にいるなんか機器とかですかね。とか、至るところに潜んでます。で、REDOS 自体は、WAF で防御って結構難しいです。REDOS を攻撃しようとするものを、なんか本当に REDOS って検出するのは難しいです。で、むしろ、WAF 自体が攻撃対象になります。で、現時点では診断、脆弱性診断っていうのも、ブラックボックスだと割と難しいです。なんかどんな正規表現とかが分かってれば、ホワイトボックスであれば、この正規表現見て、この変化起きそうだなとか、見ることができるんですけど、正規表現がないだとなかなか難しいですね。あとは、予防のためにパフォーマンスに関する正規表現の知識を学びましょうとか、あとはツールを使いましょう。であとは正規表現エンジンの、設定とかっていうのを、確認しましょうねっていうので、僕のお話は以上になります。で、あと、こういう話をいろいろしたんですけど、よりなんかこう、具体的な、正規表現の理論とかは、参考文献とか書いてあるので、ちょっとそっちの方を見てみると、もし広いかなと思います。下の方の記事のどれかに、なんか NPM とかで、上がった脆弱性の 10% が実は REDOS だったみたいな話も書いてて、本当かって感じなんですけど、割と、REDOS って見つかってるんだなっていうのが、なんとなくありました。はい。っていう感じで僕の発表は以上になります。ありがとうございました。ありがとうございました。